買えるもの増えてるんだけど、ブーツだ、やばい、ブーツかわいい。え、ビーチサンダルとかある。普通の靴下なのにビーチサンダルどうやって履いてるんだ。5本指ソックスなのかな。ハイダイクラブへようこそ。ジムリーダーハイダイさんのお店だよ。なんだ、今ジムリーダーってめちゃめちゃ副業してるんだね。ここはあれか、高級料理店っぽい感じだね。でもこっちは中華かな。あ、サンラータンだ、美味しいよね。今ジムリーダーも二足のわらじという感じですね。モグちゃんの帽子、やば、これはモグちゃんの帽子じゃないですか。かわいいの売ってる。新しいポンポン帽増えてる、かわいい。ポンポン部分がめっちゃでかいのとさ、色の組み合わせがさ、テーブルシティにあったのと違うの、めっちゃかわいいんですけど。欲しい。はい、いろいろ買い物した。新しくしたよ、いろいろ。かわいい、これさ、ズボンがね、どうしてもバイオレットだからさ、紫色だからなんか色マジで選びにくいと思ったけど、もういいやと思って好きな色を選びました。かわいいからいいんだ。いやー、トコはこの帽子が似合います。で、このエンジニアブーツもなんか赤と黒のやつが売ってたから買ってみた。めっちゃかわいいよね。かわいい、よく似合ってるよ。かわいいよ、かわいいよ、かわいいよ。米ちぎっちゃう、かわいいから。おしゃれおしゃれ、いいじゃん。で、まあここにもジムリーダーがいるということなんで、あ、これ水タイプ？激流料理人、水タイプの使い手、勝負に慣れてきた人向け、中華レストランハイダイクラブでオーナー兼料理長をしている。面倒見がよく教育熱心、そのためジムテストは難しめ。あ、そっか、ジムテストやんなきゃいけないんだもんね。なんだろうね、ジムテストっていう制度は。今まではさ、ジムリーダーのあのジムの中に、なんだなんだ、パルデアノウパー、パルデアノウパーって毒持ってるって本当？私がよその地方で捕まえた青いウパーと交換しようよ。え、どっちも持ってるからいいえ。ウパーとウパーの交換会やりたくなったら教えてよね。あ、こんな感じで交換しようよって言ってくれる人がいるんだな。で、なんだっけ、そうそう、ポケモンジムの中に昔だったらポケモントレーナーが潜んでてさ、戦っていって最後はリーダーに勝てるみたいな感じだったけど、あ、この上に行くと、でもちょっと待って、水タイプのポケモンでしょ？水タイプのポケモンに強い子があんまいないんだよね。オーガポンはまあ強いけど、でも別にあれか、効果が抜群じゃなくても通じればいいみたいな感じだもんね。それだったら誰で行ってもカルボーちゃんは無理ですけど、ミニリュウ、ゴース、カヌちゃん、いけるもんね。とりあえずジムテストがどんなもんなのか行ってみましょうか。カラフは崖に合わせてできた町だから段々な構造になってるんだ。あ、そうなんだね、崖に合わせて作った町なんだ。ジムテスト難しめって言ってたよね。どんな感じなんでしょうか。うおー、遅刻遅刻、誰誰、あ、ジムリーダーだ。あー、お店に行っちゃうのかな。あー、ハイダイさん待ってください。あー、行っちゃった、忘れ物あるのに。こんにちは、トコです。もしかしてジムへの挑戦者さんですよね。あー、そうですそうです、やっぱりそうですよね。先ほどの大きなおじさんはカラフジムリーダーハイダイ、彼ったらちょっぴりお茶目で市場に買い出しに行くのに財布を忘れちゃったんです。きっとハイダイさん困ってる、親切な挑戦者さん噛んじゃうな、挑戦者さん、財布を届けてくれませんか。いいよ。あ、なんて優しいの、今ここでジムバッジをあげちゃいたいくらいください。それではこちらお願いしますね。市場、どこだろうか。あら、かわいい、今般の刺繍がしてあるぞ。
特別に届けてくれたらジムテストクリアとしますので。マジで？やった。西の砂漠を抜けた先、マリナードタウン。マジか。それは確かに難しいわ。砂漠は危険なポケモンも多いのでお気をつけて。わかりました。あらら、さっきのセルクルタウンのジムテストよりずっと難しいね。ここを抜けてここに行かなきゃいけないんだね。なるほどね。でもその途中にはこれがあるよ。この主バッジ取ってもいいな。通り過ぎるとこにあるもんね。あー、なるほど。じゃあちょっとここでさ、あのゴーストとドラゴンのポケモン捕まえて、でその流れでハイダイさんのとこに行きましょうか。なんだこの人は、ポケモンと仲良しって聞いてる。ポケモンと一緒にいると少しずつ仲良しになっていくんだ。あなたとポケモン仲良しか見せてくれる？ああ、いいよ。小股菜ちゃんは私とずっと旅してるんですごい仲良しだと思うよ。あ、誰でも選べる。パモちゃんとかも選べる。ちょっとパモちゃんにしようかな。もうずっと一緒にいたもんね。どれどれ、トコさんとパーモットの仲良し具合は？うん、結構仲良し。隣にいられて楽しそう。あらら、結構仲良しってことはちょっとまだ上の段階ありそうだな。じゃあ他の子も、じゃあ私が一番最初に選んだモグちゃん、仲良し具合どうですか？あ、とっても仲良し。お互いを大切に思ってる。やったー。じゃあ今一緒の小股菜ちゃんはどうですか？いい感じに仲良しだね。でもまだまだ仲良くなれるはず。あ、そうなんだね。へえ、結構長いこと一緒にいると思ったけど、まだまだ仲良しになれるはず。モグちゃんはやっぱ最初に選んだしさ、先頭に出して戦うことも多かったからさ、それだけ仲良くなれてるのか。よし、それではここから砂漠に挑んでいきましょう。この辺にさ、あのドラゴンのさ、ポケモンがいるんでしょ？どこにいるんだろう？探さなきゃ。地図だとここにいるって出てはいるんだけど、でも生息地見るとね、湿地や水辺に生息してるって書いてあるから、この砂漠の中でも本当にここだけだと思うんだよね。この辺だけにしかいないみたいな感じだと思うんだけど、いないんだよね。ここだと見つけにくいかな。この辺まで行けばさらに見つけやすいとかかな。この辺って町からはここ高い崖になってるから行けないんだよ。こっちから行けば行けるか。このスターダのアジト跡地からこっちに行ってみるとか。この川を目指すために大変な思いをすることになるけど、ちょっと様子を見に行ってみようかな。こっから上に上がっていけそうだぞ。いい感じいい感じ。おや、もしかして行き止まり？行き止まり感あるぞ。行き止まりかも。この崖の向こうには行けない。なんかこの辺から行けそうにも地図だと見えるんだけどね。この崖の向こう行けないんだ。やっぱこのカラフシティよりこの東側には今はどうしても行けないっていう風になってんのかな。しょうがない、おとなしく砂漠を渡るか。ドラメシアが欲しかったけど、もうちょい先にならないと手に入らないのかも。悔しい。ポツンとポケモントレーナーが立ってる。何が20年なの？私はアカデミーに20年在籍している。え、それが真実？もしかして。あ、じゃあおじさんのように見えるけど少年とかではなくてちゃんとおじさんなんだ。20年在籍ってどういうことなのかな。別に卒業したくなければずっといていいとかそういうことかな。不思議なんですけど。小股菜を繰り出そうとしてるな。行けカルボーちゃん。
よし、火の粉が効果抜群だ。もう一発やれ。よくやった。20年の歴史がそんなこと言われると申し訳なさすぎるよね。なんだあの鳥、え、大きい。初めて見た。欲しい欲しい。クエスハトラ。なんかレベル高いな。この辺20いくつとかの敵ばっかなんだけど。よかった、倒しちゃうかと思った。砂嵐吹いてるから死んじゃいそうだな。やった、捕まえた。これエスパーなんだ。砂嵐やばい。これさっきの子も食らってたみたいにさ、うちのポケモンも食らうよね。小刀ちゃん鋼だから食らわなかったのかな。結構な砂嵐。あれ、ロトロと何ですか。あ、そっかそっか、主ポケモン近い。ペッパーだ。ヨウトコ、この砂漠のどっかに土神の主がいるらしい。さっきからちょいちょい地面が揺れて気分悪くてよ。悪いけど俺はちょい休んでから主探し再開させてもらうぜ。主ポケモンね、どこにいるんでしょうね。でも地図に載ってるところだよね、多分ね。地図に載ってるところはだいぶ先なんだけど、まあ、ここに向かってみるか。ポケモンバトルしようぜ。私のギター音鳴らないんだよね。なんでだよ。弦を張り替えなさい。ミュージシャンのメイ。わあ、この子も知らない。かわいい。集まれ動物の森に出てきそうじゃない。めちゃくちゃかわいいんだけど。フクリンを繰り出そうとしている。入れ替えましょうか。カルボーちゃんに戦わせます。見えない、ポケモンたちの戦いが見えない。レベル、あ、22ね。大丈夫そう。1個だけ毒の技がある。強、やめて。強いけど向こうの方が強いな明らかに向こうの方が強くて危ないですね。オーガポンに変えよう。うわ、捨てみたくる。当たっちゃった。焦る。あ、でも反動によるダメージってあんなもんなんだ。強いな、捨てみたくる。強っ。オーガポン強すぎる。レベルそんな変わんないのにあれ、あ、カヌちゃん進化するんか。ついにカヌちゃんが進化を。やったやった。だかこれかわいい。かわいくなった。かわいくなるなんてことある。いや、かわいくなる子もいるけど、かわいくなったな。すごい、かわいい、かわいい。ポニーテールしてる。かわいい。こんなにかわいいのにでっかい武器を持ってる。あと、なんかちょっと遠くに知らない敵いたぞ。あのコロコロ転がってるやつ、これも捕まえなきゃ。よし、捕まえました。あ、これゴーストもあるんだ。お、テラスタルポケモンがいるぞ。お前は誰だ。これ誰だろう。ん？知らない子だ。草タイプにテラスタルしてるな。おお、電磁波効いた。砂場っていう名前からしてさ、地面のタイプっぽいけど、今テラスタルしてるのが草だったら当たるのかな。そういうことか。
よし、殺さないで済んだ。鶴の鞭やったら死んじゃうかな。捕まえたいんだけどな。よし、全然効いてない。これぐらいでいいよ、これぐらいで。やったー、捕まえたー、よかったー。ゴーストと地面、へー。あ、シャベルが刺さってる頭に。おや、あ、ゴーストになる。やばい、ついにゴースがゴーストに。やったー、やったー。大きい。いつも思うけどゴーストってさ、思ってるより大きいんだよね。体がめっちゃでかい。やったー。ゲンガーにするの楽しみだな。みんな少しずつ進化して大きくなってきた。成長が楽しみだな。育てるのすごい楽しいな。なんか見たことないポケモンがいっぱいいるんだけど。え、 55? ちょっと待って、すごい強いの出てきた。どうしよう。お、お、勝てるかな。いきなり、え、いきなり、なんでそんな強いのいるの、怖いんだけど。どっかからか強い野生のポケモンのエリアに来ちゃったのかな。本気で戦わないとだ。え、小刀じゃないと倒せないのに吹き飛ばされた。あ、吹き飛ばしってそういうこと。戦闘終わっちゃった。どこ行ったんだろう。え、あそこにいるポケモン、え、あそこにいるポケモンなんだ。あれが問題児かな、もしかして。とても凶暴なポケモン。あれっぽいよね、だってめちゃくちゃでかいし。なんか今気づいたんですけど、トコ砂まみれ、かわいそう。あー、しかも絡まれた。メグロ子たちは近づいてくるのか。ピクニックしたいんですよ。体力減ってる子もいるし。で、みんなのことちょっと洗ってあげましょうね。ミニリュウかわいい。本当にかわいい。飼いたい。みんな綺麗にしてあげました。そしてなんか砂嵐も収まったような感じがするね。で、あの主ポケモンはさ、強いんじゃないのかなって不安になってるんですけど、大丈夫かな。本当に大丈夫でしょうか。うわー、近くにいる。あ、怖い。あ、あのポケモンに接触するでいいのかな。止まってるところに行った方がいいのかな。来た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 。これ主？これかな。あ、これっぽい。ちょっと大丈夫かな。すごいレベル高かったらどうしよう。あ、ロトロとペッパーかな。あ、ハロートコ、こちらフトゥーだ。鉄の轍は本来パルデアの大穴のポケモン？え？え？え？何それ、パルデアの大穴？そこから出てきちゃったってこと？土神の主、鉄の轍。ちょっとちょっと、しかもペッパーいないんだけれど、多分これ鋼だよね。あ、でも小刀で戦えば。あ、効果がない。そうなんだ。
まだ耐えられてる。一撃で殺されはしないけど、あ、いいねいいね。こんな感じで攻撃していきましょうか。でも回復はしないとまずいな。よし、回復しました。あと2回当てれば倒せそう。素早いな向こうの方が。あと一撃で倒せるはず。あれ、え、あれ、どっか行った、逃げた。あ、でもここに逃げた。これをまた探して、ちょっと待って、小股の回復してあげないと。あ、あそこにいる、追いかけましょう。あんなところにポケモントレーナーいる、危な。虫ポケモンはみんなこうやって岩壁を破壊していく。何か食べてますね。ペッパーなんか食べてるよ。あ、来た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 。遅いよ。トコ、主見つけたみたいだな。あいつが土神の主。あれってポケモンなのか。なんか食って一段と元気になってそうだな。困ります。踏ん張りどころだぜ。わかりました、頑張ろう。カルデアの大穴から出てきたとか言うから絶対倒せないかと思ったけど、え、ペッパーが連れてるポケモンも強いな。やっぱこれくらいのレベルでギリギリ勝てるよね。なんかさ、周りの野生のポケモン強いなと思ったんだよ。この辺で捕まえたスコビラン、ピリッとホットに活躍してくれ。この辺にあんなポケモンいるんだ。素早さを上げるな。わあ、全然食らわなくなってるな。やばっ。ずっと高速スピンして自分の素早さ上げまくってるな。あとちょっとで倒せる。いえ、殺されたんですけど、ちょっとやばい、マジで。あ、でもやってくれるやってくれる。あー、よかった。怖っ、びっくりした。ごめん小松菜ちゃん、油断した。え、かわいい、なんかお腹押さえてるみたいだった。あ、ごめん、瀕死になったのに。やっつけた、よかった。トコ砂まみれだけど、うし、トコお疲れちゃんだぜ。さっきのさ、主ポケモンとはさ、ものすごいレベル違ったけど、よくペッパーもさ、レベル高いポケモン捕まえられたよね。あいつ主っていうかマジで何だったんだ。でもどっかで見たことあるような。本当に、あいつが食ってた秘伝スパイスはこの中にあるはずだ。戻ってこないうちにちゃっちゃか調査しようぜ。前と同じなら今回ももしかして。またキャンプ飯作ってくれるかな、ペッパー。やっぱりちゃんか。ある？おお、え、こないだのとそっくりだけど、いいのそれで。本当にあった、間違いなくスパイスだぜ。スパスパイス、酸っぱいってことかな。うお、やったぜ、ありがとうよトコ。何何？本によると秘伝スパスパイスは滋養強壮、栄養がいっぱい詰まってる。疲れた心と体によく効いて、みるみるうちに回復するんだと。こいつも料理して食べさせれりゃ。よし、とこ飯だ飯、早速準備するぞ。よろしく頼みます。うおー、ずりゃおりゃー、男飯の完成。俺特製気まぐれスパイスたっぷりサンドだ。
感謝の気持ちのぬしバッジも添えてな。そうだ、ぬしバッジということは未来ドンが強くなる。めっちゃ猫が鳴いてるな。あ、出てきた出てきた、サンドイッチ食べてるもんね。たっくんまたかよ辛く当たるな未来ドンに。全然気にしてないけどね。あげますサンドイッチ、毎回あげる。腕ごといかれそうな感じだけど。うん、お礼でも言ってるつもりか余分に作っといて正解だったぜよかった、ありがとうね。頑張って手伝ってくれてるとこのためなんだからな。絶対にミライドンのためじゃないぞ。いいんだよ、これはあげるから。その分ペパーが作ってくれっからいいんだよ。おーおーおお、びっくりするんだよ毎回。かっくえかっくえんかっくどういうことかっくかっくってなんかさ、ゼルダのパラセールみたいなことかな。どれくらい飛ぶかによっては結構遠くまで行けるのでは。でもまだ今ね、高いところに乗る術がないんだよね、まずね。そうでなくちゃ困るけどよ残りのサンドイッチを気にしてる。それ私のだよ触るなそれはお前のじゃない。未来ドン相手に怒りすぎなんだけど。あ、すまん、大声出して。とこにはちゃんと話しとくべきかもな。そうだよ、いい加減に話してくれる。出てこい。あ、こないだも、あ、いや、なに、こいつはマフィーティフ、俺の相棒さ。未来ドンも知ってるの？なんか犬みたい。なんか大丈夫、元気ないのかな。おじいちゃん元気ないの？さ、元気になるサンドイッチだぞ。ほら、ゆっくり食べろよ。少しずつでいい、ゆっくりゆっくり噛むんだぞ。食べる元気もあんまりないのかな。具合悪いの？こいつしばらく前にちょっと大怪我しちまってさ、それ以来ずっと具合悪くて。ああ、ポケモンセンターは普通の怪我や病気じゃないんだと。俺にとって大事なのはこのマフィティフだけなんだ。どんなことしてでも絶対治してやるって。ネットや本で治療法をたくさん調べて、あらかた試してきた。どれもあんま効果なくて諦めかけてた。そんな時、遺伝スパイスの存在にたどり着いたってわけだ。よく調べたね。父ちゃんの研究室でこの本見つけたんだ。遺伝スパイスについて書かれてんの？エリアゼロにて食べればたちまち元気になる不思議な植物を発見し、遺伝スパイスと名付けた。持ち帰りパルデアの各地で育てようとしたが、育成途中のスパイスを周囲のポケモンが食べてしまい強大に成長した。これを主ポケモンと呼ぶ。あ、そういうことだったんだね。この絵が可愛いな、挿絵が。深まるとイーブイ、嘘みたいな話ばっか書いてある誰も信じないオカルト本さ。これなんかブライア先生が読んでたのとかと似てるような本か。けど俺は本当だと思ってる。この本によれば秘伝スパイスを5つ全部食うとどんな怪我も病気も治るらしい。実際前のスパイス食べたら冷え切ったマフィティフの手足がちょっと暖かくなったんだぜ。めっちゃ効果ありそうじゃん。あ、食べ終わったか。大丈夫？今回はなんか変化あるかな。わわわ、マフィティフ、お前これって目見えてんのか。あ、さっきまでなんか見えてなさそうだったのに光宿ってるよね。やったやった、よかったね。ずっとずっとさ、目も開けなくって、俺すげえ心配で。いや、心配だよね。大丈夫なのかな。うん、よかった、本当によかった。よかったね本当に。この調子でこの子を助けてあげないと。う、へ、
怖え、目がつぶらすぎて開いてるのかわかんねえ。可愛い目だもんね。ファイスの力ってすげえ、やっぱ本物だよ。確かに。俺絶対にマフィティフを昔みたいに元気な姿にしてやるんだ。そういうわけだからさ、スパイス探しは残り3つ、一緒に頑張ろうな。わかった、絶対協力するわ。ポケモンのためなら。あ、ロトロと何でしょうか。あ、フトゥー博士、ハロー男、こちらフトゥー。ミライドンがまた一つ本来の力を取り戻したようだな。ライド状態でジャンプ中 B ボタン滑空が可能になったようだ。どういうことでしょうか。空中で B ボタンを押すと滑空ができるようになりました。滑空中にもう一度 B ボタンを押すと、その滑空をやめてその場で落下します。これからもミライドンをよろしく頼んだよ。え、どういうことかよくわかんないんですけど。え、おお、すごー、今の結構すごかった。おお、これはパラセールだわ。すごー。